はいみなさんこんにちはカメラ部 TV 大です。今日はですね、どこにも語られてないちょっとマニアックなカメラの機構の解説をしたいなと思います、えー。具体的にはフォーカルプレーンシャッターです。ということで早速解説していきますね。ではスタートです。レンズ交換式カメラにはフォーカルプレーンシャッターというシャッターがフィルムとか 撮影阻止の直前に配置されてますよね。そのフォーカルプレーンシャッターが一眼レフ用とミラーレス用では別物だということを知ってる方は少ないんじゃないかなと思います。大きく分けてですね、ノーマリークローズシャッターとノーマリーオープンシャッターという2種類があります。業界では略して NC シャッターとか NO シャッターなんて書きます。 ではですね、早速非常に簡略化したアニメ GIF を作ったので、まずは動きを見ていただきましょう。で、これがノーマリークローズシャッターで、一眼レフに搭載されているシャッターです。続きまして、こちらがノーマリーオープンシャッターで、ミラーレスに搭載されているシャッターになりますね。では、えー、機構の簡単なノーマリークローズシャッターの方の図で構成の説明をしていきます。 これがレリーズの待機状態ですね。つまりシャッターを切る直前の状態です。で簡略化するためにシャッターバネっていうのは先幕後膜、それぞれもう1枚で書いちゃってます。実際には3枚、4枚の短冊状の羽根がリンクで動いてるんですけども、今回は分かりやすくするために1枚で書いてます。そしてこれがですね、えー、電磁石です。先膜用と後膜用、それぞれ備えてます。 この電磁石に吸着する吸着片が先ほどの先膜、後膜、それぞれについてます。そしてこの吸着片には先膜は平から下後膜には下から平に向かって強いバネがかかってます。これがまあ走行バネと言われるやつなんですけども、このバネの力によって先膜、後膜、それぞれ路口のために上から下に走ります。 そしてこの図ではですね、これらのバネをチャージする方向、図では引っ張りバネで書いてますから、引き伸ばす方向ですねえ。下から上。この方向に、このチャージレバーで下から上の方に押し上げていきます。で、この部分が当説して押していますね。そしてこのチャージレバーを押し上げるために、このチャージ駆動レバーというレバーがいてます。 でチャージ駆動レバーはですね、チャージレバーのこのピンに当節しながら回転して上の方に押し上げます。その回転力を与えるのがこのチャージカムでして、この図では右回転してチャージ駆動レバーのこのローラーをですね、カムで押していきます。でチャージ駆動レバーはチャージカムに当節するように右回転するようにバネがかかっています。 で図では書いてないんですけども、このチャージカムは外周にギアが切ってあって、モーターで回転させるようになってます。大体の構造わかりましたかちょっとややこしいので、何度も見て、えー、理解をちょっとしてください。もちろんですね、非常に簡略化して絵は描いてますので、実際のシャッターっていうのはもっと複雑です。ここで示している、えー、機構はですね、まあ、一つの例として捉えてくださいね。 実際にはいろんな方式もありますし、ただ基本的な構造というのはほぼ一緒です。で構造が分かったところでノーマリークローズシャッターの動きを説明しますね。まあ、ある意味当たり前なんですけども、フィルム時代には露光時以外に絶対にフィルムの光が当たらないようにシャッターは閉じたまま動かないといけないんですね。だから名前がノーマリークローズ。つまり普通は閉まってるというシャッターなんですね。 で先ほどのレディーズ待機状態からレディーズ信号が来ると先膜用後膜用両方の電磁石に電流流流します。するとですね、先膜後膜っていうのは上に上がったまま保持されますよね。吸着されますから。そしてモーターを回してチャージカムを回すとですね、チャージ駆動レバーのローラーがカムから脱落して右回転します。するとそれに追従して、 チャージレバーがバネの力で下がります。この状態で電磁石をオフすれば、先膜、後膜の両方がバネで下に走るっていう準備ができましたと。いろいろ録音開始なんですけども、まず先膜用の電磁石をオフします。そうすると先膜が下方向に走り出します。そして、 初望の露出時間になるタイミングで後膜の電磁石をオフにします。すると後膜は先膜を追いかけて下方向に走り出します。そして先膜と後膜というのは必ず同じ速度で走るように調整されています。これで先膜後膜でスリットが形成されて露光されるんですね。そして露光が完了すると先膜は下に対比してしまって アパーチャーというのは、フィルムに当たるところの開口のことですね。次の撮影のために、撮影待機状態に戻さないといけないですね。なので、またモーターを回して、チャージカムを回します。するとですね、チャージ駆動レバーがカムによって左回転します。すると、チャージ駆動レバーは、チャージレバーのピンを今度押し上げてですね、チャージレバーを上に動かしていきます。 この時、チャージレバーが先膜と後膜に当節して同時に引き上げていきますね。こうすることで、アパーチャーに光を入れることなく、待機状態、撮影待機状態に戻せます。この動きをシャッターをチャージするという風うに言います。ですから、連写の場合はこれを繰り返してモーターをぐるぐる回せばいいだけなんですね。では、続いて、ノーマリーオープンシャッターの説明をしますね。 もうお分かりだと思うんですけども、ミラーレスカメラの場合は、ライブビューしないと、映像を見ることも、ピント合わすことも、露出決めることも、ホワイトバランスを決めることも、フリッカー検出することも、結局何もできないんですね。なので、通常は空いてないと困るんですね。要はアパーチャーに光が入ってないと困る。ですから、普通は空いてる。つまり、ノーマリーオープンでないといけないわけです。 では、初期の頃のミラーレス用のノーマリーオープンシャッターを説明します。先ほどのノーマリークローズシャッターとの構成の違いっていうのは、この先膜軽視レバーっていうのがあることなんですねで。先膜吸着片と、そして先膜そのものが別体に今度は分かれます。そして先膜が弱いバネで上方向に不正しているということですね。その違いがあります。 で先膜停止レバーっていうのは右回転するようにバネがかかってます。で先膜のここの部分と先膜停止レバーの軽止爪ですね。ここの部分が警護するように構成されてます。では動きの説明をしますね。これが撮影待機状態です。図でわかるようにアパーチャーのところが空いてて、撮影素子にですね、光が入った状態でシャッターを待機します。 そして、シャッターボタンが押されるとですね、先ほどと同様に、電磁石に電流が流れます。そして、後膜、先膜、吸着した状態になりますね。そして、モーターを右回転させて、チャージ駆動レバーのローラーが噛むから脱落するところまで持っていきます。そうすると、チャージ駆動レバーが右に回転して、チャージレバーが下に下がっていきますね。 そしてですね、ずっと下がっていくと、チャージ駆動レバーが先膜停止レバーを押し込みます。そしてチャージ停止レバーが左回転して、先ほどの先膜を停止していた部分が外れますよね。そうすると先膜が上方向に弱いバネがかかっているので、位から平の方、上方向に閉じていきます。そして完全にアパーチャーを追う。 先先用の吸着片と先膜自身が当します。これで撮影が開始できる状態になったんですね。で、これを業界では先膜セットと言ってます。ここまで来ると先ほどのノーマリークローズと同じで、まず先膜の電磁石をオフにします。そうすると先膜が先膜吸着片に押されて下がっていきます。返していきますね。そして後を追いかけるように 後膜の吸着編をオフします。そうするとスリットが構成されて先膜、後膜が両方下方向に走ります。露光が完了した状態がこの絵になりますね。そしてですね、ここで撮影素子は撮影したデータを読み出さないといけないですよね。そして撮影素子のデータを読み出すときっていうのは撮影素子に光が一切当たってはいけないんです。 光が当たってしまうと、その光も撮影データとして取り込んでしまうんですね。なので必ず真っ暗な状態で読み出しっていうのは行わなくちゃいけません。なのでこの状態を保持したまま、まず読み出しを行います。そして読み出しが完了したら、モーターをまた右回転させて、チャージ駆動レバーを左回転する方向に回します。 そうすると、チャージレバーが上に上がって、それぞれの吸着片を上方向に動かしていきます。なんだけども、この時にですね、先ほどの先膜軽視レバーが、先膜とまた噛んでるんですね。なので、先膜そのものは、下に残ったまま、返した状態で残ったままになります。そして、後膜と先膜の吸着片だけを上に上げていくような形になります。 そして、電磁石に吸着片を押し付けるところまで、チャージ駆動レバーが上に上がったところで、そこでストップします。そして、また、この状態が撮影待機状態になりますよね。ただ、この方式ですと、難点が一つあります。撮影素子のデータを読み出す間、ずっとシャッターは止まっておかないといけないんですね。何もできない状態になっていると。その分、時間がもったいないんですね。 ということは、連車の速度が遅くなる。その間、待ってなくちゃいけないですからね。では、もったいないじゃないの。ということで、次に新しく開発された、新しい方式の説明をしますね。これが開発された、ノーマリーオープンシャッターになります。そして、この絵が、撮影待機状態になりますね。で、先ほどのものと変わったところというと、このピンク色のですね、レバーが追加されてます。 これはですね、後膜もですね、先膜と同じように、軽視して止めとこうというレバーです。で、後膜軽視、レバーになります。このままではどうやって軽視してるかわからないので、少し動かしていきますね。レリーズボタンを押されると、先ほどと同じように、電磁石がオンになって、それぞれの吸着片を吸着します。 そして、さらにですね、モーターを回していくと、チャージ駆動レバーが右回転して、チャージレバーが下に下がっていきますね。そして、チャージレバーが下がりきると、先膜停止レバーを押してですね、先膜の停止を解除して、先膜が平方向に上がっていきます。そして、先膜がセット完了すると、先膜の電磁石をオフにして、先膜が走り始めると。そして、 所定の露出時間になるように、後膜の電磁石をオフにします。そうするとスリットを形成して、露光されることになります。そして、露光が完了した絵がこれになりますね。この時に先ほどのピンクの後膜停止レバーが、左にちょっと回って、後膜のですね、この停部にですね、停止めがかかっているのがわかりますか。これで、後膜がですね、上に上がれなくなるんですね。 で、この状態で、もうチャージをスタートさせます。で、チャージをスタートさせるとですね、モーターが回転して、カムが右に回転する。チャージ駆動レバーが左に回転して、チャージレバーを上に上げていきますね。そうするとですね、後膜も先膜も軽視された状態で止まってます。その状態で、吸着片だけがずっと上に上がっていくんですね。 そうするとアパーチャーが後膜によって閉じられた状態のままになってます。そしてチャージレバーが上に上がっている間にですね、撮像素子のデータの読み出しをこの時に行っちゃうんですね。そうすると、このチャージとですね、撮像素子の読み出しを同時にできるということで、これがパラで処理できますから、時間の節約になります。 そしてこのチャージの時間と読み出しの時間っていうのがまあうまい具合によう似た時間なんですね。なのですごくマッチングがいいです。そしてチャージレバーによって吸着片が電磁石にまた押し付けられるときにその吸着片でですね、後膜停止レバーの停止を解除するように右方向に回転させるように調節します。そうすると後膜がですね、上に上がっていって 撮影待機状態まで戻ると。これで一連の動作が完了します。ですから一眼レフの場合は常に閉じてる必要があって、録音時間の時だけこの幕が開いてるっていう状態を作り出さなくちゃいけない。ミラーレスの場合は待機している時も開いてないといけない。で一旦閉じて録音の時にまた開くというような動きをしているんですね。 なので、単純に同じメカを持ってきても、そういう撮影はできません。だから、古くからあるシャッターの機構ですけども、そのシステムに応じて、いろいろ試行錯誤して、新しい機構を入れていってます。そして、このノーマリーオープン。要は、撮影待機状態で開いてるっていうこと。そしてですね、この後膜をですね、停止して、 そして、シャッターチャージと、撮像素子のデータの読み出し、これを同時にやると。こういう開発ネタっていうのは、すべて特許で登録されてます。これで、シャッターの動きっていうのを大体お分かりいただけたかなと思うので、よく話題に上るレリーズタイムラグのところ、つまり、シャッターボタンを押して、実際に録音が始まるまでに、何してるのというところを、シーケンスを書いて、 え、わかりやすく説明してみたいなと思います。この数十ミリセックのレディースタイムラグの間にこんなにすごいことやってるんだねっていうのをちょっと理解してもらえたら嬉しいなと思うので、それを次回説明したいなと思います。では今日はこれぐらいにしたいと思います。では、バイバイ。